ます。この電車は8時30分発、石明石まで各駅に止まり、石明石から快速となります。別で京都方面安井駅です。まもなく発車いたします。ご利用のお客様は車内でお待ちください。発車後電車入れますので、お待ちのお客様は大島内にご注意ください。後から参ります。新快速電車に乗る途中、ここまでこの電車が席に到着いたします。いたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は途中の西明石まで各駅に停まり、西明石から快速となります。別京都方面安井駅です。電車は10両で運転をしております。お手洗いは一番後ろの車両1号車と中ほど7号車に2箇所ございます。なお6号車と7号車の間は車内からの通り抜けはできませんので、あらかじめご了承ください。車掌は熊本です。途中大阪までご案内いたします。
着です。お出口は左側です。お出口は左側です。降りの最中、列車のホーム内に行け
窓ございます。お仕事に十分ご注意ください。
は加古川です。お出口は右側です。加古川線ご利用のお客様からお乗り換えです。この電車は8時53分発、通電車の京都方面安行きです。この先、西明石、明石、神戸、三宮方面は、向かい側3番乗り場から発車いたします。新快速安行きが先の到着となります。新快速安行きご利用のお客様、3番乗り場にてしばらくお待ちください。この電車は8時53分発、通安行きです。発車までしばらくお待ちください。
ご案内いたします。向かい側3番乗り場にこの先西明石、明石、神戸、三宮方面先に着きます。新快速安行き到着をしております。新快速電車ご利用のお客様、3番乗り場到着の電車ご利用ください。普通京都方面安井駅、まもなく発車いたします。ご利用のお客様は車内でお待ちください。発車後電車再開されますので、お立ちのお客様は大島戸にご注意ください。途中の西明石までは各駅に停車いたします。ご乗車ありがとうございます。普通京都方面安井駅です。次は東加古川です。お出口は右側です。電車は10両で運転をしております。お手洗いは一番後ろの車両1号車と中ほど7号車に2箇所ございます。なお6号車と7号車の間、車内からの通り抜けはできませんので、あらかじめご了承ください。いつも新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力いただき、本当にありがとうございます。引き続き、車内での会話は極力お控えいただき、マスクの着用や席チケットにご協力いただきますようお願いいたします。車内の換気についてご案内いたします。この列車では常時空調装置により、車内の空気と外の空気の入れ替えを行っておりますが、さらなる換気が必要な場合には、窓に赤い丸印のステッカーが貼られている箇所につきましては手で開けることができます。窓付近のお客様は車内換気にご協力をお願いいたします。
東加古川です。お出口は右側です。
魚住です。お出口は左側です。
は西明石です。お出口は右側です。次の西明石からは快速電車として運転を行います。西明石を出ますと、明石、愛子、晴海、須磨、兵庫、神戸、元町、三宮、六甲道の順に停まります。まもなく西明石です。お出口は右側、3番乗り場の到着です。到着の際、列車に揺れますので、お足元にご注意ください。乗り換えのご案内をいたします。川崎、朝霧、塩屋方面、各駅に停まります。普通、市場の厚雪は9時15分。着きました、同じホームの向かい側、4番乗り場から発車いたします。神戸、大阪方面、新快速、米原駅、9時16分。ホーム変わりまして、1番乗り場から発車いたします。新幹線ご利用のお客様は、ホーム後ろ寄りの階段、エレベーターをご利用いただき、新幹線乗り換え口までお越しください。お降りの際は、車内にお忘れ物なさいませんよう、お出回りに、今一度よくお確かめの上、お降りください。この電車は次の西明石から快速となります、京都方面、安行きです。西明石を出ますと、明石に停まります。神戸大阪方面は向かい側、失礼いたしました。方向変わりまして、1番乗り場から発車いたします。新快速舞原駅は先の到着となります。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご利用のお客様は車内にてお待ちください。ご乗車ありがとうございます。この電車は快速京都方面立ち駅です。次は明石です。お出口は右側です。明石を出ますと舞子に停まります。山陽電鉄線ご利用のお客様がお乗り換えです。
から右側です。山陽電鉄線ご利用のお客様、お乗り換えです。お降りの際は車内にお忘れ物を与えませんけど、手回りに今一度よくお確かめの上お降りください。赤字を出ますとマイコンに止まります。
は垂水です。お出口は右側です。垂水を出ますと、そばに止まります。垂水です。お出口は右側です。降りの最中、列車のホームの間に隙間がございます。お足元に十分ご注意ください。垂水を出ますと、すぐに止まります。
停車中です。お降りの際は車内にお忘れ物なさいませんよう、お手回りに今一度よくお確かめの上お降りください。そのまま出ますと標語に止まります。
は左側です。標高を出ますと峠に止まります。
お出口は左側です。元町を出ますと三宮に停まります。元町を出ますと三宮に停まります。
乗車ありがとうございます。この電車は開幕京都方面安行きです。この先六甲道、住吉、芦屋、西宮、尼崎、大阪、新大阪、茨城、高槻、高槻から先終点安まで各駅に停まります。電車は10秒で運転をしております。お手洗いは一番後ろの車両1号車と中ほど7号車に2箇所ございます。なお6号車と7号車の間は車内からの通り抜けはできませんので、あらかじめご了承ください。次は六甲道です。出口は左側です。六甲道を出ますと住吉に停まります。いつも新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力いただき誠にありがとうございます。引き続き車内での会話は極力お控えいただき、マスクの着用や席チケットにご協力いただけますようお願いいたします。車内の換気についてご案内いたします。この列車では常時空調装置により車内の空気と外の空気の入れ替えを行っておりますが、さらなる換気が必要な場合には窓に赤い丸印のセンサーが貼られている場所につきましては手で開けることができます。窓付近のお客様は車内換気にご協力をお願いいたします。
市、住吉市です。お出口は左側です。六甲ライナーご利用のお客様がお乗り換えです。お降りの際は一部列車とホームの間に隙間がございます。お足元に十分ご注意ください。住吉を出ますと足裏に止まります。
は西宮です。お出口は左側です。西宮を出ますと天ヶ崎に止まります。
JR 東西線鹿島北新地方面快速水行きは10時2分今下町ホームの向かい側6番乗り場停車中です。 JR 宝塚線伊丹宝塚方面普通新三田行き10時7分ホーム変わりまして3番乗り場から発車いたします。この次塚本越しのお客様普通高槻行きは10時7分今下町ホーム向かい側6番乗り場にてしばらくお待ちください。降りの際は車内にお忘れ物なさいませんよう、お手回りに今一度お確かめの上お降りください。浜の先を出ますと大阪に止まります。
8番乗り場の到着です。まず各駅に停まります。京都駅は10時10分、今車の上方向向かい側7番乗り場から発車いたします。北陸方面特急3号ロードをご利用のお客様、ホーム変わりまして11番乗り場へお越しください。この電車の新快速より途中高槻まで先の到着となります。京都方面先につきは新快速湖西線経由鶴ヶ駅10時15分、今車の上方向8番乗り場でお待ちください。なお、湖西線経由鶴ヶ駅は琵琶湖線、大津、草津、相川方面には参りません。ご注意ください。阪急線、阪神線、地下鉄線ご利用のお客様、それぞれお乗り換えです。
次から次に快速気温の方でやっていきたい。新大阪茨城高速の準備となります。列車は15両で運転しております。こちらの電車の後ろの車両は1号車と中尾と7号車に向かいます。6号車と7号車の間は通り抜けができませんのでご注意ください。車掌は馬本です。途中草津までご案内いたします。次は新大阪、新大阪です。お出口は右側です。ご乗車ありがとうございます。快速京都方面安行きです。次は茨城です。お出口は左側です。新型コロナウイルス感染拡大防止についてお願いをいたします。飛沫感染防止のため、車内ではマスクを着用いただき、お客様同士の会話はお控えいただきますようお願いをいたします。また車内での飲食や飲酒などは周りのお客様への十分なご配慮をお願いいたします。皆様のご理解ご協力お願いいたします。
茨城を出ますと高槻に停まっています。列車とホームとの間は広く空いております。多少のにご注意ください。
速発車の際が終了ますのでご注意ください。ただし、およそ終点プラスまで各駅に停車。車内に忘れ物をしようとございません。
車と本庫内で販売する場所にご注意ください。
向こう町、向こう町です。
西王子です。
子線宇津安行きです。終点安までの各駅に停まります。列車は10両で運転しております。小手洗いは1番後ろの車両で1号車、中の7号車に向かいます。6号車と7号車は通り抜けができませんので、ご注意ください。車掌は途中3番までご案内いたします。次は山下。この道は左に。
く大津、大津です。お出口は左側です。
これですが、いないからです。
Thank you.
線安部。終点夏です。ドアから手を離してお待ちください。